住谷虎之助は、幕末の三戸藩士。三戸藩の尊皇上医師士として活動した。三戸藩士、住谷長太夫の長男として生まれる。天保九年将棋巡りに抜擢され、同十三年藩校行動官の社長に任じられる。天保十五年、門伐派により行動官教授等、相沢正司祭が罷免されるとそれに抗議して、社長を辞任、謹慎を命じられる。 高下三年藩主、徳川成明の節縁運動に加わり処罰された。安政四年、格式馬回り組列、軍用係見習いとなる。安政五年十月、強圧的に幕府の実権を握る大老、伊直介に対する諸藩の決起を促すため、住谷は王子一蔵らと共に、土佐藩、宇和島藩、薩摩藩へ遊勢に向かった。十一月十七日、 土佐の立川関に到着し、奥の宮著装次と、坂本龍馬に連絡を取り、土佐入国の協力を求める。奥宮からは協力は難しいとの返事が来たが、23日、龍馬が立川の宿屋を訪れた。住谷は、龍馬と会談し、遊説の目的を論じて、土佐入国の協力を要請した。龍馬は、協力を約束して去ったが、 その後、龍馬からの連絡はなく、住谷らは、宇和島へ向かった。住谷はこの時の龍馬の印象を、すこぶる愛すべき人物なり、誠実かなりの人物、合わせて激、激犬か事情迂闊何も知らずと記している。12月8日、宇和島にいたり藩士、金子光太郎と面会するが、藩主、伊達宗成が、幕府から、謹慎処分を受けており、 幕府を刺激することを恐れた宇和島藩では、協力を拒んだ。住谷らは、時勢が不利に動いていることを悟り、薩摩行きを断念、失意のうちに、江戸へ戻った。安政6年11月、安政の大国に伴い住谷も、職を免ぜられ、撤居処分を受けた。翌安政7年2月、高橋大一郎らを中心とする大郎、伊伊直介の暗殺計画が、 藩に察知されると、住谷はその一味として投獄され、六を奪われた。3月3日に同志が、異暗殺を実行し、この辺の後、幕府は、水戸藩に対する弾圧を弱め、10月に、住谷は罰を解かれている。文久元年5月、住谷は、原一の進、宇都宮藩士、大橋突安らと、老中、安藤信正暗殺を計画する。 同年10月、日野江達丸の名約に基づき、長州藩士、須府正之助、桂小五郎に手紙を送り、安藤暗殺の援助を要請した。長州藩側では、藩内の事情から欠航の延期を求めたが、木を逸することを恐れた三戸藩士らによって、翌年正月に計画は実行されたものの、安藤暗殺は失敗する。住は、金庫にされるが、され、 反省に復帰した。文久2年ルウ8月には、清川八郎に依頼され、松平春学への上昇を、正木哲間に届けている。文久3年、藩主に随従して上京し、三戸藩京都経営指揮役に任じられ、本国寺に入る。同年1月27日には、京都東山の緑暮れ内館において行われた、三戸藩、長州藩、 土佐藩などの尊上派氏による将軍上落に関する会合に参加している。住谷虎之助の墓、霊前五国神社、京都市左京区この頃、藤田東倉泣き屋との三戸藩の尊王上位思想の中心的人物と見られていた住谷は、苦行らとも交際し、土佐藩主、山内陽道に招かれ、辞世を断じたりしている。しかし、住谷は、 後部合体を容認していたことから、金の橋市から敵視されるようになり、慶応3年6月13日よい、鴨川東岸松原河原において、土佐藩足軽武士、山本キ郎らによって残殺された。去年50。墓所は、水戸ジ版共有墓地、京都霊山墓地。大正4年造成5位。なお、1870年。 東京神田において、住谷の息子らが山本を殺害、日本で最後に認められたというあだ打ちを遂げている。ありがとうございます。